ハーネル MP28 短期艦銃はドイツで開発された短期艦銃である。MP18 は当時ベルグマン社の支配人であったテオドール・ベルグマンを中心とした開発チームにより小型軽量の機関銃を研究し1917年に開発された短期艦銃で翌年にはドイツ陸軍に正式採用されている。そして 短期間銃として第一次世界大戦中に世界で初めて実戦投入された MP18 は主に狭い残豪戦で活躍したとされる。しかし、当の戦争で低政ドイツ軍は敗北した。十分な戦果を上げたにもかかわらず、MP18 は戦後ドイツ軍からは礼遇され、そのすべてが警察用として払い下げられてしまう。そして、ベルグマン車自体も、 対戦後は短期艦銃の開発に消極的になったことから、開発チームの一人で短期艦銃の開発に積極的であったヒューゴ・シュマイザーは、父、ルイス・シュマイザーの引退と共にベルグマン社を去り、新たに移籍したヘーネル社で翌年から引き続き短期艦銃の開発を続けることとなった。その後、ドイツ警察内で新たに MP18 に変わる。 短期間銃導入の話が上がると、シュマイザーは新たに短期間銃の研究を開始した。MP28 情報より、新型短期間銃の開発は、ヒューゴシュマイザーを中心に行われ、MP18 への改良設計を行い MP28 として設計開発された。MP18 からの主な改良点は、断層の変更で MP18 が、 ルガーピール A8 用のスネール型断層を流用していたのに対し、専用の箱型複列断層に変更され、機関部横に大型の球団口が設けられた。重傷は木製で形状に変更はなく、また MP18 はフルオート射撃しかできなかったのに対し、セミフルオート射撃用のセレクター機構が装着されている。製造は、 1934年から主にヘーネル社で生産され、ドイツ警察に対し大量に納入している。その後、MP28 は、その後政権を取得した、ナチスドイツの武装親衛隊での正式短期間銃となった。武装親衛隊の正式短期間銃となった MP28 は、その他にも外国に大量に輸出されている。また、1936年に、 スペインにて起こった内戦では、MP28 は、ナチスドイツが派遣した、義勇軍、コンドル軍団により初めて実戦投入された。連射速度が速くて、取り回しやすい MP28 は、主に市街戦で活躍し、その有効性を大いに示した。短期間銃の有効性を確信したナチスドイツは、内戦翌年からは新たに、MP28 に変わる。 短期間銃の開発を計画し、1938年に MP38 を開発、量産を行っている。さらに改良型である MP40 が大量生産されるようになると、前線の武装親衛隊も国防軍と同様に MP38、MP42 装備を更新したため、MP28 は警察や占領地の治安維持部隊など、 後方部隊に回された。また、第二次世界大戦中1945年のベルリンの戦いでは、国民突撃隊が MP18、28を使用し、ソ連軍と激しく抗戦している。海外に輸出が行われた MP28 は、その原型の MP18 とともに、世界各国で影響を与えた。日本にも輸入され、 海軍陸戦隊に配備されたほか、日本陸軍の機関単銃開発の研究素材にもなり、1939年の百式機関単銃の開発につながっている。イギリスではスターリングアーマメント社から MP28 のコピーであるランチェスター短期間銃が生産され、1941年にイギリス海軍と空軍両方で採用している。他にもソ連では、 第二次大戦前 MP18i を参考に改良、ドラム式断層を装着した PPD-40 を開発している。なおヘーネル社が1941年に開発した MP41 短期間銃は MP42 木製銃床を取り付けたような外観を持っているが、機関部の構造は MP28 のそれを受け継いでいる。戦争映画では、 第三帝国のシンボル的な MP38 や MP40 と比較して知名度の低さのためか画面に登場することは少ない。しかし、第一次世界大戦を舞台とした作品では逆に MP18 の代役として MP28 が使われることも多い。ありがとうございます。